ーのスタートです。パン工場にニガウリマンが遊びに来ることになっているんだけど、みんなはニガウリマンを知っているよね。そうそう、ニガウリマンはね、黒い帽子をかぶってて、顔が長くてボロンボロンってギターを弾きながらやってくる、かっこよくてちょっと面白い人だよね。パン工場でジャムおじさんやバタコさんやチーズと待っていたんだけど、なかなか来ないから僕が迎えに来たんだけど、ニガウリマン遅いな。じゃあ僕は向こうの方を探してみるから、みんなもニガウリマンを見かけたら僕が探してたって教えてあげてね。それじゃあまた後で。ここは山の中、釜飯トンとおしるこちゃんが仲良く山菜を採っているようです。えて旅から旅への渡り鳥、風の吹くまま気の向くまま、俺は正義の流れ者、ニガウリマンだぜウリ。憎んだか昼だか知らないけどかっこつけちゃってこのバイキンパンチ。おっと、正義のギターがうずくり、暗いニガウリジュース。ジュースがついに苦い、覚えてろ口ほどにもないやつだウリ。お嬢さん、怪我はないウリか？はい、どちら様か知らねえけど、こちらはおするこちゃん、ほんでもってオラはおしるこちゃんか。かわいい名前だウリ。なんてきたなぶどうか。本当にありがとうございました、ニガウリマン。おっと、ちょっとお祭り。流れ物に礼はいらねえ。代わりにこれを受け取るがいい。これはニガウリだウリ。今度はプレゼント攻撃が。ニガウリマン、私峠の店でおしるこ屋をやってるんです。おいしいおしるこを作って待っていますから、ぜひ食べに来てくださいね。オーケー、ジャンおじさんに挨拶をしてから寄らせてもらうぜ。さらばだウリ。ウリウリウリパン工場へ、ウリリリ、おっとウリリウリウリ。きっと来てくださいね、待ってますからね。おしるこちゃん、ニガウリマンってそんなにかっこいいべが。やっぱすな、オラなんて。釜飯丼、何言ってるの？釜飯丼だって私を守ってくれたじゃない。だとも、オラ気薄な妻ってかっこよくなかったべ。そんなことないわよ。釜飯丼は一生懸命私を守ってくれたわ。だとも。もういつもの釜飯丼らしくないわよ。ねえ、元気を出して。見ちゃった、釜飯丼相当落ち込んじゃったみたいね。私はポキンちゃん、なるべく楽しく暮らしたい。無駄に死なないわよね。それに何、ニガウリマンってキザなやつ。ああ、なんか面白いことないかな。釜飯丼でもからかっちゃおうかな。そうだ、私いいこと考えついた。これは面白くなりそう。しいな。ニガウリマンはどこに行っちゃったのかな。おーりまん、アンパンマンにニガほったらので何してんだい。いや釜飯だ。今日ねパン工場にニガウリマンがやってくることになってるんだけど、まだ来ないんだ。ニガウリマンあれ釜飯だ。ニガウリマンのこと知ってるの。いつもウリ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 言ってる刻めやつだべ。そいつならウリ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 言いながらパン工場さ行くってギターボロンボロン鳴らしながら歩いていったべ。あ、そう、ありがとう釜飯丼。じゃあまたね。なんだまったか。どいつもこいつもニガウリマンニガウリマンってほら気に食わねえだ。そうよそうよ、こんなキザなやつ。んだびんだびかっこばっかつきに行ってだーやー冒険じゃねえか。正義の流れ物だなんてどうせ嘘に決まってるわよ。うん、だってニガウリマンったらあっちこっちで釜飯丼の悪口を言ってるのよ。んなんであんなダサくてドジなすっとこどっこいは見たことないって。すっとこどっこいってそっちゃなこと言って許せねえ。ねえ釜飯丼、ニガウリマンと対決してやっつけちゃいなさいよ。対決？でもそれはニガウリマンにはすんごい技があるべ。ニガウリマ投げたりジュースは仕掛けたり。大丈夫。対決って言ってもいろいろな方法があるじゃない。私に任せなさい。協力してあげるから。ダメか？よーし。で、ほら頑張れだ。そうよ、頑張るのよ。私がついてるわ。よーし、俺はなんだか力が湧いてきたな。そうそう、その調子。ニガウリマンよりかっこいいところを見せつけてやるのよ。んださあ、そうと決まったらニガウリマンを追うのよ。私も対決の準備をしてすぐ後から行くから。おっ、行くぞニガウリマン。にひひひひ。あ、上手だね上手だね。うまいことのせろちゃんドキンちゃん。あらばいきんまん、だって私ちょうど退屈してたところなんだもん。面白いことが起きた方が楽しいでしょ。私に任せな。任せた、もう全部任せた。よし、それでニガウリマンの泣きっ面が拝んでるのに。さて、ここはおしるこちゃんのいる峠のお店。おしるこちゃんがあんまり可愛かったんでパン工場へ行くのは後にしちまったうり。おしるこちゃんのお店は確かこの辺りと聞いていたうり。おしるこちゃん、おしるこちゃん、遊びに来たうり。はーい。わー、ニガウリマン、本当に来てくれたんですね。甘いものは苦手な俺だが、おしるこちゃんの作ったおしるこならいけるに決まってるうり。わー、早速おいしいおしるこを食べてください。今用意しますわ。ちょっくらまったー、釜飯丼。そんなに汗かいて何か用かうり。ニガウリマン、俺らと対決するな。対決？冗談は顔だけにするうりよ。そう、顔は冗談。おい、何用だ。そこまで言うならば相手になってやる。かかってくるうり。やめて、喧嘩はダメよ。おしるこちゃん、心配はいらねえだ。喧嘩はしねえだよ。ダメードキンちゃん。そうそう、喧嘩じゃないの。よかった。どんな対決だウリ？それはあ、俺も聞いてねえけど何すんだ？誰でもできる3回戦勝負。あげればいいの。ああ、肌上げゲームっつうことだべ。うう、ゆり。それでは、私が審判をやります。では、始めます。赤上げて、白上げて、赤下げないで、白下げて、白上げないで、赤下げる。いいわね、うまい。誰ともとっても上手。なかなかやるでねえか。こんなもの簡単無理。ではもう一回いくわよ。それ赤あげない、シートあげない、ぐるっと回って赤あげる、シートあげるけどニガウリマンはあげません。ニガウリマン白い旗が上がっているから負けです。ということでなんとウリ、やったやったー。おら勝っただべ。だべそんな通り。なんか変だウリ。そうね、なんか変ね。まだ次の勝負があるから頑張ってみれば。んだ、頑張ってみれば。よし、次だ。次の勝負だウリ。それでは対決その2、ダンス勝負。ダンスがうまく踊れた人を勝ちとします。まあ、なんだか楽しそう。2人とも頑張って。はーい。ミュージックスタート。なのでこの勝負引き分け。おしるこちゃん、オラのダンシングの方がうまかったんじゃねえべか。何を言うんだウリ、そんなタコ踊りより俺の方がビートに乗ってたウリよ。何言ってんのよ、2人とも超下手くそでした。ということで続いて対決その3、のど自慢勝負。歌なら得意中の得意ぶりよ。あたー、歌かー。じゃあ俺から行くぶりと、その前にちょっと待ってるぶり。じゃあ行くぶり。うりりうりうり。あら、残念でした。おいおい、まだ歌い始めたばかりぶり。どうもありがとうございました。それでは皆様、お待たせいたしました。釜飯丼の登場です。どうぞ。釜丼丼釜丼丼いい釜、これ釜、ほだでいい釜。勝負は釜飯丼の勝ち。ということで2勝1引き分けで釜飯丼の勝利。残念ですが負けたニガウリマンからはギターを取り上げます。さあさあ、よこすのよ。あら、ちょっと待つウリ、どうも審判が変だウリ。ここはおしるこちゃんに決めてもらうウリ。あれってんだ、オラの勝ちに決まってるべ。キザの割には諦めが悪いんでねえのすか。そうよ。おしるこちゃんさ聞いてもオラの勝ちに決まってっべねえ、おしるこちゃん。そんな、どっちが勝ちだなんて私 어떻게 운다 우리 한다.全てお前の仕業だったのか。ああ、今頃気がついても遅いのだ。気がさえなければニガウリマンなんて全然怖くないのにだ。怖くないのにだ。我が世にこのホラがいるべ。あら、釜飯のにいたの。ああ、君のことは全く相手にしてません。だらーい。バイキンマン、悪いことするのはやめて。ねえ、うるさいわ。ドキンちゃん、板は任せたよ。はいはい、頑張ってね、バイキンマン。オッケー、よーし、ニガウリマン、さっきのお返しだ。これをやってきてやる。それそれそれ、なんそれ。オラもいるの邪魔なの。あらー、釜飯の失礼して。さえあればこんなやつに負けないように。ドキンちゃん、そのギターを返して。やだもん。あっ、おしるこちゃんに何をするよりなんだ。うるさいわい、バイキンパンチなあ。ニガウリマン、しっかりして。ニガウリマン、とどめだ。やめろ。男はあげると分かっていても戦わねばならねえ時もあるべ。さあ来るな、バイキンマン。釜飯丼、釜飯丼、かっこいいより。どうもねえ、みんなまとめてやっつけてやろう。やめるんだ。バイキンマン、いたずらは許さないぞ。いつもいつも邪魔ばっかしちゃってもくれちゃっても。あら、アンパンマンが来ちゃった。まずい。ドキンちゃん、あんまりいたずらしちゃダメだよ。なあ、ドキンちゃん、いたずらはいけねえべ。さあ、ギターを返してけろ。あ、私私ちょっと表情思い出したから次に帰る。ドキンちゃん、ねえ、それはないでしょ。俺様一人になっちゃうじゃない。あれ、行っちゃった。ニガウリマン、ほり、ギターだべ。ありがとう、釜飯丼。これさえあれば。もうこうなったらやってっぱしない。俺様一人でやっつけてやろう。バイキンマン、どうしてもやるというのか。当たり前よ。釜飯丼、おしるこちゃんを頼んだよ。よし、おしるこちゃんはオラが守る。いいけど、オラ。バイキンマン、くらえ、ニガウリジュース。うわー、にがー。許さないぞ、バイキンマン。うるさいわい。いくぞ、アンパンマン。はい、えい、パンパンチ。あらー、と。ニガウリマン、ありがとう。それに釜飯丼、君も立派だったおり、かっこよかったおりねえ、おしるこちゃん。はい、とっても。だべかい。やあ、ニガウリマンこそかっこいかったべ。いやあ、釜飯丼の男らしさには参ったおり。二人とも頑張りましたよ。アンパンマン、ニガウリマン、釜飯丼、ありがとう。そうだわ、今度私、ニガウリのお漬物を作るわ。釜飯丼の釜飯ともとってもよく合うと思うの。うん、それは名案だね。ニガウリマンのニガウリなら最高かもしれねえな。飯に漬物が最高の取り合わせになるウリ。二人ともいい友達になれそうですね。この飯とニガウリマン、これからも仲良くしてくださいね。釜飯どもよろしく頼むウリ。任せに行けろ。